はい、皆さんこんにちは、こんばんは、野本圭です。パプロ2022ペナント実況やっていきたいと思います。さあ、ドラゴンズの2023年シーズン占っていきましょう。いきます。8月です。中旬です。今 4.5 ゲーム差でなんとヤクルトを追いかけてます。ちょっとだけ優勝の可能性があるかもしれない、ないかもしれない。さあどうなんでしょうか。まあ交流戦ぐらいからね、結構勢い出てきたかなって感じしますけどね。一時期ね、本当に借金やばかったですからね。まあ防御率はね、まあ、ヤクルトの方がいいですけど、打線もまあ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 、はい、ヤクルトちょっと見るか。リリーフで結構貯金多いですね、こうしてみると。打線ホームラン数なんかあんまり村上選手が打ってないね。なんかあんまりって感じで、ドラゴンズ、ね、ホームランはありません。もう率でコツンコツン、ね、やっていきます。でもアキーノがなんか結構しぶどいですね。なんだかんだ言いながら打点は稼いでるんでいいと思います。はい、で小笠原投手でなんと貯金11、これが非常に大きい。ドラゴンズはこれがマジででかい、本当に。あの小笠原投手が投げる日はもうこれだけで貯金作りまくってね、マジで大きい。これがなければちょっときついぐらい、本当に小笠原投手のおかげで今2位です。ね、これだね、マジでこれ大きいと思います。マジで妙にね、噛み合うこれ。だ貯金8だから、貯金8で小笠原投手が貯金11ですからね。さあ、いろいろ見ていきましょう。まあビシエド選手がまあ今回もちょっと無理でしょうね。入れ替えとしてはまあ特にないですけど、はい、さあ特に入れ替えとしてはないじゃないけど、でもあれか、ファーストが福永選手結構入れてたんだけど外れちゃったんですよね。ノリノリが外れたんで、ファーストをどうにかしなければいけない。でごめん、ちょっと鵜飼選手があんまりな、ちょっとね結果残せれなかったんで、一回鵜飼選手下げて別の選手行こうかなと思います。ファーストで、で個人的にちょっといろいろ考えた結果、ファーストで上げる選手はグンジが結構ミートンパワーもあって三振とかついてないんで、これ意外とハマるかなと思うんですよね。福田選手はね三振あるんで、ちょっとねグンジに期待してみたい。分かってきたのが、これ感染プレーだと三振があると結構しんどい、それが分かってきたんで、まあちょっといろいろ考えようかなと思います。でこれあれだ、キャッチャーとか勝手に変えられるとあれなんで、ちょっとこれベース入れとこうか。なんか勝手に変えられるのね、ちょっとあれなんで、ある程度フルで入れとこう。はい、いきます。じゃあいきましょう。あ、でもあれかな、ちょっとこの辺りも入れとこう、この辺りフルで入れとこう。でこっちで細かく変えとこう。はい、いきます。さあ軍事機能なるかで、今日先発はね、大野雄大投手でいきましょう。でさあここは打順的には、まあ、石川隆使う、アキーノ入れる、大島選手外してアルモテいこうか、久しぶりに。でアキーノ石川隆、5番郡司、いや5番、いや4番、いや4番大野翔太か、4番大野翔太、5番石川で6番郡司でいこうか。で、センター岡林を入れるという、まあ、こういう感じでいきましょう。さあ勝ちましょう。いきます。プレーボール。大変ながら
マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ18回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発は左の床田、対するドラゴンズの先発はエースの大野、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。こんばんは。さあ、いきなり大チャンス。これ最低1点、2点ぐらい欲しいところ。ドラゴンズ先制のチャンスです。ノーアウトランナー。さあ、最近のアキーノうまいバッティングするよ。ドラゴンズいきなり先制。最近のアキーノ結構ミート打ちもやりますからね。初球空振りから直球ストライク。カープから追い込まれています。第3球を投げました。おや、ちょっとアキーノ、アキーノ全くタイミングが合いません。バッターは4番オール。第9球完全に外れたボール。得点圏打率驚異の3割6分4厘。第2球やりますよ。投げました、打ちました、当たり損ねのファースト。これがタッチしてアウト。大野翔平なんでこれ。ゲッツーは免れました。先ほどの右のバッターボックスは5番石川。第9球投げた、打ちました。これ何これやば、何この攻め。アウト、スリーアウトチェンジ。やばさあリプレイです。ドラゴンズ2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。ドラゴンズこの回無得点です。やば、何この何この攻撃。ドラゴンズここは先制点を与えたくない。ワンアウトランナー2塁という場面で秋山。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット。うわー、1点取られた。2塁ランナー、こんなに簡単に取れるのに。こっちはカープまずは1点先制、1対0。いや、優勝目指そうぜドラゴンズ。エース頑張れ。1塁2塁という場面で西川。第9球投げた、初球から打ってった、センター前進。ランナーそれぞれ1塁2塁に戻ります。大丈夫大丈夫、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9球投げた、初球はストライク。頑張れエース、負け運乗り越えてほしい。投げた、直球に送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、流し打ち、どうだ。うわっと、これはまさかの中継。カープさらに点追加、坂倉タイムリーツーベースヒット。ドラゴンズバッターは7番聖金。こんばんは。ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。初球ストライクからアウトコース高め、外れてボール。投球はこれから3球目。マジでごめん、松田王の雄大ガチで打たれるじゃん。宇宙外のスライスが、やばい、松田王の雄大投手で初回4失点ぐらい続いてたんですね。1回の裏が終わりまして、まずまずまず。さあ、アルモンテ。ドラゴンズここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー2塁という場面でアルモンテ。アルモンテアキーノ、大野翔太。第3球は打ちました、いい打順ですね。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げました、ストライク、パーム、投げました、オッケー。さあ、アキーノ、今日の第一打席はスリーラン、スリーラン、スクリューはストライク、二塁は牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ。さあ、次の投球、いやー、ミスショットか。アウト、これはインフィールドフライ。キャー、惜しいな。取りました、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。うちには4番この男がいる。第9球投げました、ストレートに送ってストライク、いきなり150キロ。大丈夫、第2球投げた、ファンキップ、大丈夫大丈夫、カスタだけになりました。大野翔太押しなら追い込んで、大丈夫、投げた、空振り三振、バットアウト、ボール球に手が出てしまいました。いやー、らしくない、らしくないな。さあ、チャンスも作れない、なかなか。ようやくここで来たんすか。さあ、村松海斗、ドラゴンズここはなんとすげえ打ってる。ツーアウトランナー2塁という場面で村松、今日は3安打めっちゃ打ってるじゃん村松。第2球、ボール。第3球を投げた、打ちました、小園下がった、うまうまいな。センターバックホーム、村松ナイスバッティングです。さあ、アルモンテ、なおもチャンスが続いています。投げた、初球決まってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから、要所で1本、ここで出るか。第3球を投げた、
さあアルモンテロ、いやこれは素晴らしいバッティング、センターからコンパクトにセンター返し、1点返しましたですね。そしてアキーノ、この勝負でゲームの流れを引き寄せるか、アキーノ第9、あれこれは上がりすぎたか、宇宙間へ持っていきましたがセンター落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです、チャンスを潰します。うわピンチか、ドラゴンズ追加点は与えたくない、ツーアウトランナー1塁2塁という場面、まあ清水としごが引き消し引き消し、はいドラゴンズ第9投げました、初球に送ってストライク、第2球2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました、投球はこれから3球目、打ったいい当たりだ、ライナーだ、マジか、トレンカ、今のトレンカ、正髄いいバッティング、今日元気のない野間、第9危ない球、第2球投げました、まっすぐ空振り、タイミング合いません、第3球を投げました、ボール、さあ4球目打ちました、アルモテアルモテアルモテ、カチューン、これで3アウトチェンジ、ほいほいドラゴンズ7アウト打ってるからね、最終回か、ドラゴンズ追加点は与えたくないところ、ワンアウトランナー2塁という場面でマクブルーム、1球目空振りからボール、第3球を投げました、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、第4球は低めいっぱい、お見事、左バッターボックス、さあこれ9回誰出てくるかな相手、まずは2塁牽制、2塁タッチはセーフ、第9投げました、打ちました、しっかりしっかり村松、セカンドこれは守備範囲内、オッケー、アウト、スリーアウトチェンジ、さあ最終回、いよいよ最終回を迎えました、ここは栗林も来ない、栗林投手を出せない状況ですね今ね、さあこれ開幕、はい、まずは出てほしい、第9初球空振り、思い切って振っていきました、初球空振りから打った、うわマウンド後方をつかみました、これでワンアウトランナー見えません、はい、第9投げた、決まってストライク、まずは見送りました、第2球投げた、見送ってボール、第3球はストレートはボール、次が4球目投げた、ボール内角低め、投球これから5球目、5球目ストライク、投球はこれから6球目、打ちました、これはライト、うわー落ちないか、ここは大事にボールを、マジか、これ大野投手で落とすの痛いんだけど、スタンドからは必死の声援が続いています、田中美希は行こうか、で上に繋げた、最後のピンチヒッターは田中、第9投げた、ストライク、第2球決まった、ストライク、うーん、なんとか意地を見せてほしいところです、投げた、ボール、第4球を投げました、サードチェンジアップ投げました、打ちました、オッケー、さあこれでチャンスメイクになるかな、盗塁できたい、行きたいですね、これ田中ナイスバッティングです、さあ2アウトから同点のランナーが出ました、打順が1番に帰って村松、ここまで4安打、第9投げました、インロースタート切りたいね、田中美希は、投球これから2球目、2球目ストライク、樋口行く、いや樋口、いや田中美希はでも盗塁 B だからな、樋口じゃなくてもって感じはある、盗塁、まあ盗塁 C の総力 S か、田中美希やから盗塁 B 結構個人的にいいと思うんで、はい、一塁へ一つ牽制球を送りました、投球は3球目、ランナー走った、どうだ、ストライクになった、よーしよしよしよし、成功、ドラゴンズ重要な場面で盗塁を決めてきました、カーガイアは浅めの守備を取ります、投げました、ボール、第5球投げました、打った、引っ張った、一塁ルーキー、これは見事、これはマジで、ドラゴンズ最
マジか、田中幹也と村松だけで1点取った。マジか、これすごいな。いや、ここでようやく交代。いや、今のすごくない、マジで。田中幹也ヒット、盗塁成功、村松タイムリーツーベース、てか村松5安打打ってるし、なんで、すげえ、だからチャンス C にもなってるし、だいぶ見たら分かってるし、めっちゃ強くなってる、村松。えぐちょ、さあ、アルモンテ、可能性は広がった、まだつながってる。第9投げた、もう第2球、投げた、ストライク。アルモンテアルモンテ頑張れ。投げた、空振り、少し迷ったか。さあ4球目、高めボール球、ダメか、取りました。まあまあまあ、これで3アウト。さあピッチャーはここにまあ村松のとこに入るか、まあライデルかな、ライデルができましたか。これまあ普通だったらね、まあドラゴンズの系統としてはいいピッチャーからつぎ込むって言ってましたからね。いや、これでもあれか、ここでも外野、普通に外野固めだって、ここに入れればよかったな、村松変えなくてもよかったね。まあいいや、ここに入れちゃおうか。おい、これでいいや、いきます。はい、ドラゴンズピッチャー9回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは坂倉。ドラゴンズこのバッターだけは塁に出したくないところ。ファルボール、投げた、決まった、ストライク、これで追い込みました。第3球、打った、ライナー破った、ヒット、坂倉いいバッティングを見せました。代打は堂林。おめでとう、おめでとう。いや、おめでとうじゃない、バースデーいらない。申し訳ないけど、バースデーさよならとかいらないから、バースデー送りバント、ここで送ってきました。バースデー送りバントだ。ピッチャーから一塁、大ピンチ、ランナー三塁に進みました。大ピンチ。第9、完全に外れたボール。いや、これ埋めてもいいな、最悪。いや、でもあれが上位に回るからな。いやいや、まあ埋めてもいいけど、でもいや、これでいこうか、守備力が高いから。第2球、三塁ランナースタート、スクイズだ。あー、やめた、スクイズ決まった、さよなら。ごめん、これはね、多分防ぎようがないね、これは。CPU 的に防ぎようがないね、これ。ライデルがまさかのスクイズ、これはね、でもどうしようもないね、今。いやー、あ、木のたくさん、なんで逆境、あ、木のたくさんに逆境ついた。でもドラゴンズ絶望的にね、スクイズ決まんないね、相手だけよく決まるんだ、これ。あー、3位に転落しちゃった、まずい、やばい、3位転落だ。巨人やるね、巨人相当強いね。ちょっと今日勝つの通していこうか。ちょっと4番王の人とやめよう。やめようというか、そんななんか万能ではない気がする。まあこういう形でいこう。いざプレボール。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対ドラゴンズ、サールモンテ、先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面でアルモンテ、ドラゴンズいきなり先制のチャンスを迎えています。低め際どいボール、第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打ちました、レフトへのフライだ、掴みました、ランナー二塁に戻ります。今3位かな、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。
第9球投げました。初球空振り。それ確か村松また出てるわ。投球これから2球目ボールか。ここは引っ張りに警戒します。第3球見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打ちました。第5球投げました。外れた。ボール。次は6球目投げた。さあアキーノがうまさを見せたよ。センター前ヒットに。これはいいな。アキーノマジでコンパクトのバッティングを覚えたもんね。まずは初回先制。コマコマいいね。先ほどの先制のシーン。アキーノらしからぬうまいバッティング。いいね。67打点マジでいい感じ。いい感じ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で岡林。いいバッティングするよね。投げた。直球ストライク。アウトローへ。タイミング合いません。投げた。ストレート見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた。外角高め。おっと外れてボール。第5球投げた。打ちました。これはうまく。アウト。スリーアウト。ただ捉えたけど抜けませんね。ドラゴンズ同点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で西川。第2球投げました。外角低め外れてボール。投球は3球目投げました。スプリット空振り。第4球を投げました。危ない球。さあ投球は5球目。あ打ちました。あっとこれはいやこれはただストップ。西川ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。第9投げました。初球はストライク。まずは入れてきました。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第2球投げました。決まった。ストライク。タイミング合いません。三振欲しいねこれ。追い込んで投げた。見送ってボール。第4球はオッケー。ナイスナイスナイス。最後は148キロストレート。これゲッツー理想的だけど。第9投げた。もう閉殺ありますからね。ショートゴロ閉殺とか。第2球投げた。空振り。少し迷ったか。第3球を投げた。スプリット見送ってストライク。次が4球目投げた。外れた。ボール。第5球投げました。さあこれはおっあこれはちょっとまさかの1対1。今手出してなかったら閉殺だったな。第9投げました。ストレートはボール。第2球ボール。うわちょっともったいないな。第3球を投げました。いいハイ空振り。タイミング合いません。第4球を投げました。4球で空振り。第5球投げました。ボール。投げた。これはちょっとよろしくない。アンダーソン非常に良くないね。第9投げた。危ない球。第2球投げた。低めの変化球。ボール。投球は3球目投げた。まっすぐ見送ってストライク。投げた。打った。三遊間のゴロ。うまい。アウト。スリーアウトチェンジ。よしよし。リプレイを2回。さあここからここからロースコアか。いやこれバントするかな。ドラゴンズバントか。バント失敗だけ嫌だけどね。勝つの初球送ってきました。三塁線転がした。バント失敗が怖いな。第2球バントした。おーちょっとうまい。前一塁送球菊池取ってアウト。勝つの送りバントを決めました。さあ村松なおもチャンスが続きます。投げました。外角高め見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。スライダー見送ってストライク。追い込まれてから村松。第4球を投げました。ここはちょっと出ないか。第3球はサードフライ取ってアウト。3アウトチェンジ。先ほど6安打1点苦しいね。さあ木野拓さん頼むよ。久しぶりのスタメン。ドラゴンズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で強打は名捕手木下。今日はセカンドフライと再び正捕手へ。1球目空振りから直球見送ってストライク。バッター追い込まれました。
第3球1球外してボール。第4球を投げました。おや、おやおやおや、さあ郡司第1球決まったストライク、ファーストテイク掴んでほしい。第2球投げた、ボール。第3球完全に外れた、ボール。掴んでほしいよな定位置。第4球を投げた、あっと引っ掛けた、あっと取れない、とこれは記録ヒット、記録、まあ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 、記録はヒットです。左バッターボックスは7番、いいんじゃないでしょうか。ドラゴンズ一打勝ち越しの場面を迎えています。第2球もう投げた、決まったストライク。次が4球目、投げた、打った、いやーダメか、3アウトになります。うーん、さあ1点です。ダメか、ドラゴンズ3塁に、さあ村松頼むよ。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で村松、村松、まあ、まあ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 、アウト。ドラゴンズなおもチャンスが続きます。さあファール持って、なんか1点、あと1本、あと1本、あと1本、初球空振り、あと1本出れば。さあ次の投球、低め外角ストライク、投球は3球目、投げました、あと1本。ではまずいな、なんでこのあと1本。ザリエルピンチだ。ドラゴンズドリアバースの守備を取ります。これはもう守備固めちゃおうか。はい、さあ第9球投げました、初球から送ってきました、ピッチャーが左へ転がした、アウト。ここ送りバント成功です。ドラゴンズ、これもスクイズとかやってきたら嫌だな。いやー本当にやってくるじゃん、マジで。もうスクイズ警戒頼むわ、マジで。スクイズ成功、ドラゴンズここで勝ち越されました。ロドリゲス、ここは踏ん張れませんでした。うーん、これ以上離されるわけにはいきません。バッターは代打曽根。第1球見送ってストライク、いきなり150キロ、苦しいね、投げました、ボール。投げました、妙に剣取れないね、タイミング合いません。追い込んでから第4球を流し打ち、OK、これで3アウトチェンジ。7回の裏が終わりまして2対1、ドラゴンズ1点をリードされています。おお、ああ、ドラゴンズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面でリュウク、はちょっとは、あ、なんか逆転したなんか逆転した。第9球初球決まってストライク、2者連続で逆転した、打ったファール、なんか知らんけど逆転した。第3球よーしよし、危ない球、投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、マクブルーム取った、菊池取ってアウト、ドラゴンズ小林、チャンスが続いています。そろそろ調子上げてほしい。初球外れても、第2球投げました、2球目ストライク、投球はこれから3球目、直球からストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、これはうまく捉えた、さあ追加点、ドラゴンズさらに、ここで一気に突き放す、これがミラクル8か。そして逆も、逆のミラクル8もこれありそうだ。初球外れても、第2球投げた、見送ってボール。第3球は見送ってストライク、次は4球目、投げた、空振り、大丈夫、近藤廉ならいける。
さあ5球目ムービングファーストはボール。第6球を投げた。オッケー、空振り三振。いいよ。右バッターの期待は耐えろ近藤廉。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球投げたボール。第3球を投げました。打った、流し打ち。よし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 、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。耐えろ耐えろ耐えろ。第1球投げました、初球打った。大丈夫、一点は大丈夫、一点は。ライトバックホーム。アキー投げるから、ライトに。西川タイムリー。ドラゴンズ。ここ変えようか。先ほどランナー2人を置いて迎えるバッターは坂倉。谷本。いやでも谷本対左へ行くか。福。はい。ドラゴンズピッチャーを変えてきました。近藤降板。マウンド上ピッチャーは福。厳しい場面での登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。決まったストライク、まずは決めてきました。第2球投げました。スクリーンは空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、打ちました。いいね、えぐってるね。投げました、ボール。一塁へ牽制球を送ります。第5球投げた、打った、センターへのフライだ、取りました。これで3アウト。危ない。8回までが終了。森内さあ、いよいよ9回に入ります。右バッターボックスはトップバッターの田中。インコース高めストライク、いきなり152キロ投げた、危ない球。第3球を投げた、打ちました、ショートバウンド、一塁送球。ここは守備に阻まれました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからレフトに入っています。後藤。第1球投げた、初球に送ってストライク。投球これから2球目、ツーシーム見送ってストライク。第3球外、低めの速球はボール。第4球はボール。第5球投げた、外へ逃げるスライダーちょっときついね。バッティング、アウトコースの変化球にやられました。第1球投げました、ボール。さあ次の投球、打ちました、セカンドゴロ正面、セカンドから一塁送球、ね、アウト、スリーアウトチェンジ。9回の裏、さあここはライデル投入して決めに行こう。第1球初球はストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、変化球ストライク、インローへ。投球は3球目、投げました、おお素晴らしい、空振り三振。マルティネス3球で仕留めてみせました。第1球投げました、内角高め、直球は外れてボール。第2球投げました、完全に外れたボール。投球は3球目投げました、ボール。投げた、外角見送ってストライク。あここちょっとカウント取りに行くと怖いけど、次は5球目、よしよしよし、空振り。第6球を投げた、さあこれ先センターターニア落とさない。これ慎重にボールを取りました。勝利まであと1人、見事ですね。バッターは9番曽根。ドラゴンズここは何としても抑えたい場面。投げた、あ打った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、打球はそのまま伸びて、入った入った、ホームラン、今シーズン第1号同点ホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。マルティネスきつい一発を食らいました。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。いやーライデルで第9投げた、ちょっときつい、さすがにライデルもちょっと酷使の影響が出てきたかな。投げた、空振り。第3球を投げました、直球に送ってストライク、伸びのあるストレート、投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。松田連2000年失点か、まずいな。ここは試合はこれから延長に。メンバー的にはまあ打順的にはそんなに影響ないけど、ベストメンバー出てるからまあなんとかなるかな。第1球投げました、インコース高め、打順的な問題あんまりない。第2球投げました、決まってストライク、とにかく点取ろう。投げました、流し打ち、どうだ、マクブルーム一塁踏んでアウト、
これでワンアウトランナーはありません。バッターは強打の名捕手木下。投げた、内角高め見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。次が4球目投げた、三振。バッターは6番郡司。今日5度目のバッターボックス。第1球投げた、1球目ストレート空振り。なんとか出てほしいけど。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり。いやーダメか、これで3アウトになります。いやこれは打順が苦しいけど、ライデルのこと考えたらこれはでも、まあ清水か、ちょっとスタミナきついけど。ドラゴンズピッ、第1球インサイド見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、危ない球。さあ5球目空振り。第6球を投げた、空振り三振、バットアウト。こっからよ、怖いよ。バッターは3番秋山。今日はここまで4打数ノーヒット、3三振、スプリットはボール。第2球投げた、アウトロー、ボール。投球は3球目投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、さあ2アウト取りました。これで2アウト、ランナーありません。あとここなんとか、ここが一番怖いところ。今日はここまで4打数1安打、投げた、初球打ち、しっかりしっかり、大丈夫、アキーノだったら取れる。ナイスキャッチ、これで3アウトチェンジ。よーさあ、そろそろなんとか勝ち運、栗林、ここで栗林か。でもスタミナあまりないからなんかなって気がする。トップバッターはリューク、スタミナあまりないね。投げました、決まった、ストライク。第3球打ちました、サード右横のフライになりました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番岡林、半左 F もありますね。投げました、見送ってストライク。まだスプリットがえぐい。さあ次の投球投げました、2球目空振り。バッター追い込まれました。第3球は低め、外れてボール。投球これから4球目、打ちました、宇宙間へのフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。苦しいな、ちょっとこれは、これは可能性的にどうだ。大島さん出してちょっと盗塁にかけてみるくらいか。バッターは代打大島。第1球投げました、パワーカーブ決まってストライク。少し迷ったか。第2球直球決まってストライク、タイミング合いません。第3球ボール、アウトローへ。次が4球目投げました、ボール。さあ5球目低めいっぱいに決まった、ダメダメ、7、12回。いやでもこれは砂田投手行こうか、ちょっと怖いけど、いきます。ドラゴンズピッチャーを11回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは西川。ドラゴンズこのバッターだけは塁に出したくないところ。投球これから2球目スライダー空振り。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで宇宙間へのヒット。これシングルでかいな。西川いいバッティングを見せました。西川バッターは6番坂倉。第1球投げた、初球は並べる、タイミング合いません。第2球投げた、インロー際どい球、ゲツコイゲツコイ。投球はこれから3球目ストライク。第4球を投げた、打った、ファール。第5球投げた、スライダー、空振り三振。バッターは7番聖カレ。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第1球投げました、危ない球、
塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球ボール。第3球はボール。次は4球目、投げました。ストレート見送ってストライク。第5球投げました。ストレート見送ってストライク。よいよいよいよ、一塁へ一つ牽制球を送りました。砂田再三ランナーを牽制します。投げました、引っ張った、クリーンヒット。ボールが点々と転がっている。レフトバックホーム、一塁ランナー一気にホームへ向かう。え、何、え、さよなら、さよなら負け。ドラゴンズ敗れました。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大変。え、あれで、待って、あれで帰られちゃう、マジか。ちょっと待って、これきついな。いや、単純に打たれ、まず打たれたのはちょっとあれ、わあ、これ待って、連敗痛いぞ。巨神坊でも負けたか。ごめん、ちょっと、え、なんだろう、なんだろう今。いやー、なんかちょっと想定外の感じだったな。惜しいな、ちょっとせっかくヤクルト取ってんのに。いや、落とせない、もう落とせない。小笠原慎之介行こうか、ちょっと連敗止めよう。これで連敗を止めに行く。それちょっと清水とあれだな、ちょっとこれリリーフきついな、ちょっと入れ替えようか。藤島投手ごめん、入れ替えてもいいな。いやでもごめん、砂田投手一回入れ替えるか。一回落とそう。福島行こう、福島で、まあそこだけでいいや。とりあえず福島入れて、なんか、小笠原慎之介と投入。行きますか。探しましょう。いや、大野翔太行こうか。やっぱ大野翔太教えて。で、サードも、まあサードでも石川とか入れるか。行きます。いざプレーボール。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズ18回戦の模様をお送りしてまいります。ドラゴンズの先発は左の小笠原。さあ、開幕12連勝へ、これは負けれない。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で秋野、カーブはボール。まずはインコース低め。第2球投げました、ストライク。てかヤクルトだからね、はい、ヤクルトもこれは勝たなきゃいけない。投げた、危ない球。てか冷静か、これあれだね、首位攻防の可能性もあるね。今はまあ3位ですけど。打ちました、一二塁歓迎、一塁送球アウト。ドラゴンズなおもチャンスが続きます。大野翔太、バッターは4番ボール。第9投げた、ストライクはボール。まずヤクルト追いかけるためにはこれ絶対負けれない。ボール投げた、3球目ストレイク。第4球を投げた、スライダーはストレイク。次は5球目、外角低め、見逃し三振。では改めてドラゴンズ三塁までランナーを進めましたが、ドラゴンズ先制のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面でアルモンテ。
あれ？なるほど。投球これから2球目。落ちるボールは空振り。第3球を投げました。ストレート決まってストライク。投球これから4球目。ストレート空振り三振。リプレイをご覧ください。打順をトップに返って。いやー試合後がちょっと試合どころじゃなくなってくるなこれ。まずいな。まずは見送りました。投げました。打った。ナイス。受けた。でもこれは絶対取ろう。まずは取ろう。センターバック。いやまあちょっと小笠原投手が心配だけどまずこれ取ろう。OK ナイス。あ福島投手ドラゴンズ同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で守備の名手山田最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。二塁タッチセーブ。投げました。打ちました。ピッチャー返し。一塁送球弱いね。リューク軽快な守備を見せました。これでツーアウトランナーは二塁変わりません。投げました。ボール。投球これから2球目。打った。オッケー。これで3アウト。いやー軽症なこと祈るばかりだな小笠原投手は。まあ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 。ドラゴンズここは失点したくないところ。ノーアウトランナー2塁という場面で初球送りバント。ピッチャー前に転がした。ランナー3塁へ。タッチはアウト。これで1アウト。送りバント。福島投手あげといてよかったね。でもさあ大丈夫。乗り越えろ乗り越えろ乗り越えろ福島翔太。膝元厳しい球でした。第2球投げた。内角へストライク。小笠原の穴埋めてくれ。追い込んで第3球を打ちました。よく耐えた。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。よしよしよし。ようやってるようやってる。これは点取ったけよ。勝ちつけたけよ。勝ち越しのチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で田中ナイスピバント。ピッチャーが左へ転がした。山田取ってアウト。ランナー3塁に進みました。ここダイソー食っちゃうか。ここも1点取りに行こう。樋口行こうか。ちょっとこれもったいないけど樋口も行っちゃう。はい。ドラゴンズ対第9投げた。初球から大丈夫。樋口ならいける。行け樋口。まあ無理か。さすが無理か。これで2アウト。ランナーは3塁変わりません。福島投手バッティングいいんでそのまま行ってもいいですけどね。代打勝ちに行くんだったら村松。いや水脇行こうか今日。はい。ピンチヒッター。負担もかけたくないからな村松。第9投げた。ボール。第2球投げた。ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。外れた。ボール。投げました。水脇。ここまで2安打のリュウク。ドラゴンズ1打勝ち越しのチャンス。外角フォークは外れてボール。さあ次の投球打った。1、2塁間への当たり。セカンドこれは守備範囲。ダメか。アウト。スリーアウトチェンジ。さあドラゴンズもう一本だな。さあ昨日ノーアウトランナー2塁という場面で秋今日はセカンドゴロと三振。振り返って二塁牽制球。第3球を投げました。打ちました。これ進塁いけるかな。いけるか。取りました。いったね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 。ナイス。ナイス。俺ドラゴンズなおもチャンスが続きます。バッターは4番。さあ決めてくれ大野翔太。2打席連続三振。投げました。初球ツーシーム空振り。第2球2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。ボール。アウトコース高め。投げた。打った。4番大野翔太。ドラゴンズ大野翔太。4番大野翔太のバッティングうまい。うますぎる。そして大ピンチ。さあここでした。ここか。引き消しに行こう。はい。ドラゴンズピッチャーを交代します。福降板。
マウンド上は谷本。ホームランで逆転のピンチで登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。打ちました。一球引き消し成功。右中間へ持っていきましたが、ナイスです。掴んでこれで3アウトになります。いいね、一球引き消し。では改めて谷本、さあ追加点取ろう。取れないか、追加点欲しいな。アキーノ第24号。よーし、さあいよいよ。めっちゃ効果的なホームラン出たね。24本塁打69打点。すげえいいな、アキーノ。めっちゃいいね、これ。この成績2割9厘24本塁打69打点。第9サークル戦じゃストライク。ライデル締めて初球ストライク。バサラ選手が軽傷なことになって、変化球外れてボール。投げた、打った。いやー、ライデル調子よくないな。センター前ヒット。吉田ナイスバッティングです。バッターは9番川端。今日2度目のバッターボックス。初球決まったストライク。1球目ストライクから第2球完全に外れたボール。第3球を、いやでもリアルアキーのこのぐらいやったら最高ですよね。リク、いやーまずいな、これまずいな。ちょっと中継、いやこれ変えようか、ごめん、変えてもいいな。正直いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。いやピッチャーいないのか、やばいじゃんこれ。待って、これピッチャーいないじゃん、やばいな。どういう系としてんだこれ。投げた、初球空振り。いきなり156キロ。投球これから2球目もう低め。第3球を投げました、打ちました。これまずい、ちょっとボールを取る。セカンドから一塁送球、セーフ。記録はヒット。塩見、これで今シーズン13度目の猛打賞となります。さあこれが試合を決定づける場面となるか。これは上がりすぎたか。岡林落下点に入った、掴みました。間に合うか、さすが。これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません。第9投げました、見送ってボール。投球これから2球目ボール。投げました、3球目ストライク。次が4球目、投げました、ストレート決まってストライク。追い込んでから投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第6球を投げた、打ちました、レフトへの当たり、グラブ弾いた。後藤ちょん、後藤ちょっとマジで今のは最終回で追いつかれました。3対3、マルティネスここは踏ん張れませんでした。え、ここでエラー出ちゃう。左バッターボックスは4番村上、通算500安打まであと3本としています。はい、ドラゴンズピッチャーを変えてきて、ちょっと待って、マジかマジか。第9投げた、ボール。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第2球投げた、打ちました、ハードグラウンドで取りました。これで2アウト、リリーフいない、マジでやばい。変わりません。第9投げた、ムービングファースト見送ってストライク。そんなこと分かってんだけど。セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。第2球投げた、打った、三遊間抜けた。レフトバックホーム。山田ナイスバッティングです。バッターは途中から入っている中村。ドラゴンズ一度負け越しのピンチを迎えています。投げました、打った。落とさないで、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 頼む。取ってこれで3アウトチェンジ。いやもうまずこれどうにかして越さないと。コール降板。9回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。まずはロマンが溢れる長距離砲石川、はい、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げました、外角低め、見送ってストライク。投球これから2球目。いや分からん、どうこの後考えてない、知らん、この後知らない。追い込まれました。追い込んで第3球を投げました、一つ外したボール。いやこの後は知らないよ。投げました、打ちました、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番樋口、これが2度目のバッターボックス。第9ストレートはボール。これ出て走ってほしいな、出て走ってくれればいい。投げました、変化球ストライク、インローへ。第3球を
角度はいいけど、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番田中。第9、外角低めいっぱいストライク。まずは見送りました。投げた、打ちました。これがツーベースになってくれないかな。フライですがヒットになります。これツーベースになって、転がっている、ここだな。田中ツーベース、今日初めてのヒットになりました。先ほど今日は安打を放っています。バッター岡林、一打サヨナラの場面を見よう。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。頼む。第9、初球空振り、少し迷ったか。初球空振りから打ちました。これはファーストマシン。川端一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。ゲームはごめん、これは続投でいこうか。やるしかない。155本塁打まであと9本としています。今日はここまで4打数ノーヒット。初球ストライクから見送ってボール。第3球を投げた、打ちました。しっかりしっかり、ショートバウンド取った。リュウクうまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番吉田。今日はここまで4打数2安打。投げた、初球を打ちました。ありがたいありがたい、これはありがたい。もう一人行こう、噛みました。頑張れ頑張れ、これで2アウト。乗り越えろ乗り越えろ乗り越えろ。バッターは9番川端。第9、投げた、見送ってストライク。第2球ボール。第3球を投げました、打った、ヒット。まあ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 、川端いいバッティング。バッターはトップに帰って塩見。今日は3安打猛打賞。見送ってストライク。第2球投げました、ストライク。これで追い込みました。頑張ってくれ近藤蓮。第3球を投げました、危ない球。もう一人だけ頑張ってくれ、頑張れ。第4球を野手がどうにかしてくれるはずだから。ボール。さあ5球は5球目、打ちました、あっと引っ掛けた、当たり損ねのサードゴロ。よしよしよし、スリーアウトチェンジ。スワロー石山降板。ドラゴンズこの回の攻撃はこれさすがに、ごめん、これダメだったら大野投手行こうか。もうやるしかない、これは木野拓さんから行こう。これは変えようか、決めれなかったら大野雄大投手。バッター強打の名捕手木下。第9投げました、ストレート。まあここで決めないとね。151キロ。第2球投げた、もう投球はこれから3球目、打ちました。あのパワーか、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰ってリューク。今日は3安打猛打賞。ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、高めに送ってストライク。さあ4球目見送ってボール。投げた、インコース高めストライク。次は6球目投げた、高速シンカー、空振り三振。低めの変化球にやられました。第9投げました、ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目アウトローを見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、1つ外してボール。第4球は打った、取りました。これで3アウト。ああドラゴンズ3。まあこれはしょうがないですね。あ、これは大野投手に入れちゃダメか。外野がでもあれ待って、控え野手って福永がいるか。福永いるけど、福永だけか。え待って、だから福永ポジションどこだっけ。いやでもこれ無理か、どっちにしろ無理だな。これもう打順普通にここ入れるしかないか。いやでもこれ以外だってポジションないもんね。他こっちだってこれ無理だよね。こうしかないか。まあまあ最悪回ったら
大野氏、ね、大野雄大投手に打ってもらう。いやーこれ苦しいね。はい、ドラゴンズピッチャーを交代します。近藤ごめん、5番左の、これはでもアクシデントだから。ロマンあふれる長距離砲浜田投げました。初球見送ってストライク。1球目ストライクから投げました。内角高め、外れてボール。第3球おっつけた。一、二塁間ライナー破っていった。浜田ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち、バッターは3番サンタナ。ゲッツーだけは避けたいところ。ボール第2球投げました。インコース高めいっぱいストライク。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げた。ボール。第4球を投げた。打ちました。田中つかんだ。二塁フォースアウト。マイ。アウト。ダブルプレイ。ナイス。ツーアウトランナーなくなりました。左バッターボックスは村上。通算500安打まであと3本としています。初球を。よしよしよし。スリーアウトチェンジ。頼む。なんとかもう決めてくれ。頼む。マジでもう決めてくれ。本当頼む。頼む。マジで決めろ。決めろ決めろ。アキーノやれやれやれ。アキーノやれ。先頭バッターはアキーノ。ドラゴンズ。ここは何としても塁に出たいところ。第2球。アキー。第25号サヨナラホームラン。2打席連発。ツーシームを完璧に捉えました。サヨナラ勝ち。ドラゴンズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが、ちょっとやばいな、この試合やべえ。大活躍でした。ご覧いただきました。いやーこれはちょっとマジで熱すぎでしょこの試合。うわー、でも大野投手に勝ちが届けられたのよかったな。これでもごめん、マジでこの変な系統やめてほしい。本当に監督ちょっと落ち着いてほしい。マジでもう何これ、おかしいじゃんこれ。どういう系統よこれ。いやでも小笠原投手がちょっと不安だな。4.5 で大丈夫かな。大丈夫。小笠原投手は、ああよかった、マジでよかった、よかった。いやーよかった、マジでこれ嬉しいな。でもちょっと休養与えようか、さすがにちょっと休養。いやーでもこれリリーフ上げないとダメだな。入れ替えよう入れ替えよう。ごめんちょっと、ごめんちょっと、さすがにこれ後藤してたって別に嫌いじゃないけど、ごめんちょっとこれ下げよう一回。なんかちょっと、ま、これまずい気がする。であとちょっと野手下げようか。何か、ごめん福永選手ちょっと今ノリノリ外れてるから一回落とそうか。あーでもあかん、ユーティリティか。いやでもまあちょっと一回福永選手で、ピッチャー増やそう。ピッチャーたくみ投手いこう。短期間でも、まあ、だいぶ苦しいな。いますさあ加藤、ゲーム立ち始めよう。小笠原投手連投できるけど、それがそんなことはしない。どうしようね。セカンド水脇とか行ってこうか今日。
きます。いざ。バンテリンドーム名古屋です。耐えてくれ。追いかけよう、ヤクルト追いかけよう。マジでランナー1塁2塁という場面で青木、通算155本塁打まであと9本としています。最初のバッターボックスはショート打ったよ。しよしよしよし、これで3アウトになります。リプレイ。さあポイント水脇、ドラゴンズ先制のチャンスを迎えました。相手絶不調ですから、ね、2塁という場面で水脇、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打った痛烈な打撃。まあ内容は悪くないけど、スリーアウトチェンジ。先ほどドラゴンは、わお、ドラゴンズ同点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面でロマンあふれる長距離砲石川、第1打席は内野フライに倒れています。さあ頑張れ石川貴也。第9投げた、初球は高速シュート、空振り、タイミング合いません。投げた、ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、打った、引っ張った、三塁線切れてファール。投球これから4球目。これはうまいバッティングだけど、これは帰れないかな。いや行くのか行くのか行くのか、アキーノ突っ込むのか。わお、ドラゴンズ追いつきました。アキーノ今の同点のシーン、アキーノ走塁意識も高い。そして再びピンチ。ドラゴンズ失点すれば負け越しです。ワンアウトランナー二塁という場面で塩見、スタミナきついねこれ。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、サード右抜けるか、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。まずは2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。もう1回セカンドへ牽制球。第9投げました、ボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げた、ストレートはストライク。これこの回もあったね、追い込んでか、かないね。投げた、打った、ライトへの打球、取って、これで3アウトチェンジ。さあ柳、これも考えていいと思いますよこれ。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で柳、だいたいアルモテ、はい、ランナー1人を置いて迎えるバッターはアルモンテ。ドラゴンズ一打勝ち越しの場面を迎えています。ストライク、まずは見送りました。初球ストライクから、直球空振り、バッター追い込まれました。追い込んで投げた、ボール。第4球を投げた、ボール、外角高め。第5球投げた、外れた、ボール。さあ6球目、インコースいっぱい、見逃し三振。では改めてちょっと消極的な気がするな。振り返って溝は、第9投げました、決まってストライク。さあ次の投球、スローカーボール。第3球ストレートはボール、アウトコース高め。次は4球目投げました、打った。第5球投げました、どうだ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 、これはセンター守備前落ちた、一気に突っ込んで勝ち越し成功。これはよく起用に応えてくれた、完璧に取れてますね。そして再びピンチ、ドラゴンズ同点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で守備の名手山田、今日はファーストゴロとファーストフライ。加藤翔平君、さあここは守備を変えてくるようです。第2球投げました、流し打ち、1・2塁間ライナーで破った、ライトからサードへ、ドラゴンズ追いつかれました。2対2同点の場、ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、赤羽投げました、カーブはボール。
投球これから2球目バントしました。ピッチャーの左へ転がした。三塁フォースアウト。よーよよ。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。第9球投げた。ボール。まずは膝元。セカンド牽制。二塁タッチはセーフ。第2球投げた。2球目ストライク。肩越しにランナー見た。投げた。インハイ際どい球。ボール。第4球は打ちました。アルボール。第5球投げた。よしよいよいよ。これ絶対ここ今日のターニングポイントです。これが3度目のバッターボックス。投げた。初球はストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目打ちました。大丈夫大丈夫。レフト加藤翔平だから OKOK、OK、これが OK。 これがマジで OK。 これですよ。いいバッティングを見せました。ドラゴンズこれが OK。 が続きます。これ変えてなかったら1点ですからね。よしよし、いいぞ。代打は山崎。ドラゴンズ一打負け越しのピンチを迎えています。第9球投げました。見送ってストライク。投球これから2球目アウトコース高め外れてボール。第3球を投げました。打ちました。で、これは面白いところに飛んでくね。スリーアウトチェンジ。完璧だね今。リプレイをご覧ください。加藤翔平、田中美希也、この守備力ですよ。6回の表が終わって2対2ドラゴンズ。この回ちょっとだいぶ同点とされています。されてますけど。そして軍事、ドラゴンズ勝ち越しのチャンスです。あとは打ってくれれば。1塁2塁という場面で軍事、今日はサードゴロとファーストゴロ。第2球投げました。ボール。アウトコース低め投げました。直球ストライク。バッター軍事が機能するかどうかだな。追い込んでから投げました。打った。流し打ち。いやー村上ボールを掴んだ。二塁送球。いやーなんとかセーフ。ダブルプレーは逃れました。ドラゴンズなおもチャンスが続いています。第9球見送ってストライク。第2球投げた。まっすぐ見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目投げた。危ない球。第4球を投げた。落ちろ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 。これで3アウト。先ほどのドラゴンだな。うーん、秋のゲー。さあここが試合の分岐点となりそうです。まずは一塁牽制。タッチセーフ。第9投げた。初球から打ってった。セカンド正面アウト。スリーアウトチェンジ。あさあリプレイ。チャンスを潰し、ドラゴンズピッチャー交代。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは古賀。投げた。打順どう。打ちました。初球打ち。これは内野ゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打川端。7、8か。まあ、代打大野翔太です。第9球スプリット見送ってストライク。1球目ストライクから第2球打った。これはセカンド正面。セカンドから一塁送球、まあ、ちょっとこれしんどいね。これで2アウト。ランナーありません。正直バッターはトップに帰って塩見。1点リード取ったらもう逃げ切らないと。打ちました。 OK。 でこれで決めないとしんどくなる。清水3人でピッ。田口9回の裏これからドラゴン。ただ相手絶不調ですからね。これはなんとか。先頭バッターはリュウク。投げました。決まった。こんなチャンス危ないですよ。さあ次の投球投げました。危ない球。第3球を投げました。リンロー際どい球。ボール。第4球は打ちました。ショート左横のフライになりました。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番岡林。今日はここまで3打数2安打。スベスベス岡林頼め。スリーベースでもいいよ。直球に寄ってスリーベースがいいな。第2球スリーベースがいい。ストレートはボール。第3球を投げました。打ったに当たりだ。スリーベース出る。本当に右中間へクリーンヒット。ボールが転がる。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。
本当にスリーベース出るじゃん。ちょっと本当にスリーベースじゃん。な何これ。岡林スリーベース一投放ちました。岡林これで今シーズン12度目の猛打賞となります。さあこれが試合を決定付ける場面となりそうです。スワローズここで前進守備を。代打大野翔太。はい。ピンチヒッターは大野。一打サヨナラのチャンス。第9。犠牲フライ頼む。言えばなんか真実になる気がするから。センター犠牲フライ頼む。投げた。打ちました。前進サードか。これは。アウト。違うと。セーフ。ゲッツーが間に合いました。では改めて打順は1番に帰って田中。第9。打った。これはキャッチャー間に合いません。ファールボール。まあしょうがないわ。まあ突っ込むやな。第3球。いやまあ突っ込むしかないんだけど。おっとなんかチャンス来た。バッターは2番。さあ加藤翔平さん。第9投げた。見送ってストライク。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打った。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧。チャンスをものに。最後樋口だよね。いやここまでだったらもう普通にリリーフ福島スタミナないな。はい、ドラゴンズピッチ。試合はこれから延長に入ります。先頭バッターは青木。通算150号本塁打まであと9本としています。今日はここまで4打数ノーヒット。第3球を投げました。打ちました。ファール。第4球は打った。痛烈な当たり。ライナー破った。青木ナイスバッティングです。バッターは3番サンタナ。ゲッツーだけは避けたいところ。これはストライク。キャッチャー2塁送球。オッケー。これ大きい。これすげえありがたい。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。第3球を投げました。いやこれダメだ。手応えは十分か。スタンドに入りました。危ない。さあ4球目。もう第5球投げました。低め空振り三振。バッターは4番村上。さあこれを乗り越えることができるかどうか。第9投げた。見送ってボール。乗り越えろ福島翔太。投げた。カットボールはボール。第3球を投げた。ストレート見送ってストライク。第4球を投げた。打った。強い当たり。入れば勝ち越しだ。伸びた。大丈夫じゃない。センター見送った。うわーこれが村上三冠王。バッターはさすがです。山田今日はここまで4打数1安打。まあ考えない。第9投げた。1球目ストレート空振り。これが三冠王。第2球打ちました。田中取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。10回の表が終了して3対2ドラゴンズ1点をリードされています。石山降板。そして最後にドラゴンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは秋野。ドラゴンズここはなんとか塁に出たいところ。第2球見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。もう第4球を投げました。ストレートはもうアウトコースへ。第5球投げました。流し打ち。どうだ。村上ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第9直球見送ってストライク。第2球投げました。空振り。バッター追い込まれました。第3球打った。ファールボール。さあ4球目ストレートはボール。インコース高め。第5球投げました。完全に外れた。ボール投げた。アウトコース高め。はい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。投げた。ストライク。まずは見送りました。第2球見送ってボール。第3球を投げた。空振り。このまま簡単に終わるわけにはいきません。打ちました。ヤクルト強。アウト。試合終了。ヤクルト強。悔しい敗戦です。何これ。
やば。強。いやだからリリーフがだいぶしんどいのこれ。うわまた3位交代か。村松選手どんどん強くなる。クソ強いじゃんマジで。マジで村松選手がクソ強い。ゲーム差。いやー残り26で 5.5 だいぶしんどいな。いやーでもやっぱホームランが多いな。こうしてみるとまあまあホームランに関してはねちょっとノーコメントでお願いします。まあキーノがね打てばいいかなって。だからねビシエド不在が結構きつい。だいぶきついわ。ファースト結局埋まってないもんね。いやーてかねファーストをどうにかしなきゃいけないわ。怪我はあと何日だ。あと12。周平さん戻ってくる。ファースト周平あるかもしれない。これだからビシエド選手が結局戻ってこないからファーストどうにかしなきゃいけない。岡林の疲労やばいな。周平さんでも上げる本当にファースト。ヤクルト系がヤクルト系がないんじゃない。ヤクルト系がない。カリステ、カリステ打たないでしょこれ。打つのか、打つのか、打てるのかな、カリステ。いや、福田選手ファーストいける。周平さんでも上げます。まああと1日で戻るんで、まあ、周平さんでも上げましょうか。はい、まあちょっとまあ考えます。次回続きます。お疲れ様でした。高評価高評価よろしくお願いします。いや強いですね。